こんにちは。私たちはアークトゥリアン評議会です。皆さんとつながることができ、嬉しく思っています。私たちは皆さんの目の前にある多くの可能性を集合体として探求してきました。そして、目にしているものに非常に勇気づけられています。私たちはますます多くの人々が自分がどのタイムラインにいるかを決めるのは自分自身であるという真実に目覚めていることを知っています。今このメッセージを受け取っている皆さんにはこの真実を覚えていてほしいと思います。なぜなら、まるで未来が一つしかなく、その未来は決まっているかのように、これから起こることを伝える人たちを見続けることになるからです。インターネット上に浮かんでいる最新の予測について、話す人々に遭遇し続けるので、これを思い出させ続けます。私たちはあなた方が、目覚めた魂として同調してきた、非常にポジティブな未来を見ているこの場所に参加するようあなたを招待します。皆さんは、誰もが繁栄する姿を見たいと思い、誰もが必要なものを受け取る姿を見たいと願っています。そのような現実と一致するために、どのようなことが起こるのかを正確に知る必要はありません。これこそがあなたが今いる場所の美しさなのです。あなたは意識的な創造主としての力を発揮しているところです。これまで特定の仕事や人間関係、自動車を作りたいととても具体的に考えていたかもしれない一方で、今は未来という非常に曖昧な概念について考えることができます。そしてドミノ倒しの最初のきっかけとなるようなことが起こるかについて具体的に考えるのではなく、自分が経験したい未来の現実に対してとても自然に感じられるのです。この時点であなたは他の感情よりも特定の感情を好むことを理解するのに十分な人生を送ってきました。またあなたはそれを知るために多くの気持ちを感じてきました。あなたが想像できるものはもっとたくさんあり、具体的な考えというよりもエネルギーで想像しているのだということを認識するときなのです。あなたの考え方は役に立ち、集中するのに役立ちます。しかし、未来という未知のものに取り組むとき、自分の限られた頭で全てを理解する必要はありません。代わりにあなたは自分の感情の中心に集中し、宇宙にはあなたが自分の中で活性化している振動と全く同じように感じられる現実をもたらす無数の方法があると信じればいいのです。そしてあなたは自分が望むどんな振動も活性化する能力を持っています。なぜならそれらは全てあなたの中に常に共存しているからです。どの振動を活性化させるかはあなた自身の自由です。ただ、自由意志とは、あなたの行動や言葉以上のものであることを知っておいてください。自由意志とは、自分がどう感じたいかを選択し、それに注意を向けることであり、その感情を呼び起こす状況ではなく、その感情に注意を向けることです。そうすることで、今この瞬間のあなたの波動を反映した、未来の体験ができるタイムラインに乗ることができるのです。そしてそれは本当に簡単で、あなたは本当にパワフルなのです。そうすれば、自分自身や他の人たちのために、魔法のような瞬間を作り出すことができるようになるでしょう。私たちはアークトゥリアン評議会です。あなたとつながることを楽しんでいます。